こんばんは、60人の総選です。先日歴史的な村子見せた日経平均がこちらの影響によりNISAや投資信託にも大きな影響が及ぶんです。本日はこれについて専門家のゲストに話を伺ってみたいと思います。それではご紹介いたします。元大賞金の草薙さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はお忙しい中、こちらのゲストに出演していただきます。まずですね、先日起きた日経平均株価の大暴落、この大暴落についてなんですけども、NISA やその投資信託にも大きな影響が及びました、及びましたというコメントなんですけども、こちらについて草薙さんの意見をお伺いしたいんですが、具体的になぜこのようなものが起きたのか、こちらについてお伺いしてもよろしいですか。はい、とにかく、自分がその買った金額が急激に減ってしまったので、それを恐怖に感じた方が、売ったという、構図になりますね。なるほど。ちなみに投資してる金額が多いのも大きいものほど、それを入る幅も大きいということですね。大きいですね、はい。ただですね、NISA に併合というのは長期で運用することがすごく大事ということで、それで利益が出る、こちらのような仕組みだと思うんですけども、今ここに売れてるというのはかなりの期間で売りに出てるんですけども、こちらについて具体的な見解のところ、今のこの状況をお伺いしたいです。すいません、もう一回お願いしてもいいですか。すいません、すいません、はい、その今のちょっと人気さんや利益、こちらについては長期保有されている方が利益出るというのは、それは仕組みだと思うんです。ただそれについて他の方により出て、お前出てるということを、この自分のですね、クサイズのこの船でどういうふうに持っていくかというのをお伺いしたいです。そうですね、そのすごく大事なことなんじゃないかなというのは僕は思うんですよ、ね。その大事とかではなくて、そのクサイズとしてはその利益をお伺いしているという形ですね。良くないんじゃないかなと思うんですけど、それはなぜ？長期でその、買うというか、そういうことを前提としているので、今売る必要はないんじゃないかなって僕は思います、ありがとうございます。今後もこのような株の難関感があると思うんですけども、その場合でも本当はこういう人の雰囲気でよろしいですか。はい、そうですね、なんかそうした方がいいんじゃないかなっていうのは思いますね、はい。何でもかも、具体的にそうですね、長期的に持ってた方が増えるかなって思いますけどね、はい。ありがとうございます。では最後にお願いします。今円安というのがかなり不調に続いています。この円安というのが続く、これについて草薙さんはどう思いますか。僕ですね、すみません、もう一回お願いします。すみません、はい。次は円安、この円安というのが長いことずっと続いています。次にこの円安のが続くこのなんでね、その臭いなんていう時には落ちると思いますか。そうですね、投資って本当に難しいなっていうのを感じさせられましたね。ふざけないのかっていいですか。ふざけない、はい。なんつってんのました、誰かこうして聞いても。そうですね、円安は本当もうこの先も続いていくのかなって思いますね。あ、そうですか、ありがとうございます、はい。本日は、ね、大変なことありがとうございました。大変さん、ありがとうございました。今後のようなこの投資の流れがかなり長期化する可能性もあります。まだ大暴落も起きる可能性もあるようになります。こちらについて、本日は草薙さんからゲストの話すべての話をお伺いさせていただきました。はい、皆さんはもしやるとしたら、やるときにもう長期に考えるという方も中にいるかと思いますので、やってみてはいかがでしょうか。はい、以上、ご質問をお願いしました。Thank you.